駅東口プラットフォーム、葛川駅は、京都府京都市南区久世高田町にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA33。JR 京都線の愛称区間に含まれている。筑豊本線及び、笹栗線の葛川駅と区別するため、当駅発着の切符には、葛川と印字される。 2008年10月18日に開業した。当駅は西京区との境界付近にある。西京区内には JR 京都線が通っているが駅が設置されていない。このため西京区民の利用もある。JR の特定特市内制度における京都市内の駅であり、京都市内の東海道本線としては最も西となる。当駅開業により京都市内木の乗車券で 向こう町方面に乗り越した時の生産運賃が安くなったケースもある。仮駅名は JR 桂駅であったが、近傍を流れており、広い範囲の地域に親しまれている一級河川、桂川にちなんで、桂川と命名された。なお、阪急京都本線の桂駅とは、離れており、落成口駅の方が近い。また、副駅名として、駅所在地の 癖が命名されている。下り列車の出発相当の信号機は、向町第一条内信号機だが、姫路別所駅のように、下りが停車場、上りが停留場ではなく、上下とも停留場である。当駅の設置は10年以上前から予定されていた。駅設置計画当初は2005年度冬の開業を目指していたが、 当駅周辺の都市再開発事業の遅れの影響や、当駅の地下をくぐり抜ける、都市計画道路く跡立ち屋線の拡張工事を受け、開業は延期となり、その後も延期が繰り返されていた。内側、観光線のみ停車できる、島式ホーム一面二線を持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。合わせて、京都市による、東西自由通路とエレベーターエスカレーター、 多目的トイレが整備された。走行費は約19億円。当初から外側線を走る列車が停車しないことを前提にしており、内側線のみにホームが設置された。駅舎は屋根を滑らかな斜めにすることで地域の発展を表現し、カーブを描いたガラス張りの壁面のある階段で、桂川の流れを表現したデザインとなっている。駅の西口が バスターミナル等のある事実上の表口である。駅舎のすぐ脇に元から存在した高圧鉄塔が立つ。一方、東口には特急、遥かや水田総合車両所京都市所へで入庫する回送列車などが通る貨物船の築堤が存在するが、駅の建設にあたり一部が高架橋に改築され、通路が整備された。駅舎自体は、 貨物線に隠れてしまうため、高架橋に駅名が掲出されている。直営駅であるが駅長は配置されておらず、長岡京駅が当駅を管理している。移行貨が利用でき、移行貨の総合利用対象カードも利用可能である。2007年3月18日以降に開業した JR 京都線、JR 神戸線の新駅には、駅独自の接近メロディが導入されていたが、 当駅には導入されておらず、電子ベルのみ導入されていた。2015年3月12日からは、京都駅で使用されている接近メロディーの音質見直し版が、大阪駅、島本駅を除く JR 京都線内の各駅に導入され、当駅にも導入された。日中時間帯は普通列車が1時間に4本停車する。朝夕は本数が多くなる。なお、 朝ラッシュ時は7両の普通電車のみが停車する。2019年度の乗車辞任は15,874人であった。なお、開業前は1日の予想乗車辞任は4,200人を見込んでいた。京都府統計所によると、1日の平均乗車辞任は以下の通りである。イオンモール京都桂川と桂川駅南西にある、キリンビールの京都工場跡地において、 都市再開発事業が進められた。2005年5月より、工場施設の取り壊しが行われ、一度さらちにされた、あと2008年より、区画整理工事が行われている。中核となる、イオンモール京都桂川は2014年10月17日に、オープンした。イオンモール京都桂川オープンに伴い、バス路線の拡充が行われた。駅前には、 駅前広場と東西それぞれに駐輪場が整備されている。JR 京都先進駅名称などについて、西日本旅客鉄道、2008年6月22日時点のオリジナルより、アーカイブ、2008年6月22日閲覧、秋文社日本全国鉄道旅行連絡運輸の設定はないが、振り替え輸送実施時は、 徒歩連絡案内が行われる。レールウェイトピックス、鉄道ジャーナル第37巻第8号、鉄道ジャーナル社、2003年8月1日、93ページ。琵琶湖線、JR 京都線、JR 神戸線、大阪環状線の駅のホームで使用している、入線警告音の音質を見直します。ハット ABC 交通新聞2008年6月23日一面。 京都府統計所京都府2020年12月31日長岡教師向こう市域一部系統の路線廃止について阪急バス2021年4月29日閲覧ありがとうございます